モンでございます。本日も早速始めていきたいと思います。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けいたします。きっかけアラカルトということでね、今週も番組の方を担当させていただきます。スーパー変態サラリーマンのヒラモンでございます。よろしくお願い申し上げますね。いつもいつもこうやって手を合わせているわけでございますけどもね、特に何の意味もございません。ということで今日もね、始めていきたいなと思います。もう早いまでね、2月ももうだいぶ終わりの方なんで、もうあと1週間ちょっともしましたね。もう3月と、いうことでございますけども、皆様いかがお過ごしでございましょうかね。本当にね、どんどん季節の方も進んでいくわけでございますけれども、本当にね、僕仕事も今ちょうどある意味ですね、期末にこうなってきますのでね、普段、こう見えても普通に昼間は普通のサラリーマンしておりますので、やってます。まあ、その中でもね、よくよく言われるのが、平本って営業でしょって言われるんですけど、僕実はね営業じゃないんですね。これ、全く事務員でございます。いつも昼間はね、会社で、おとなしくね、パソコンの前でパタパタパタこうやっててね、一切誰ともほとんど喋ることないと、ほんまかいなと、いうふうに言われるわけでございますけど、まあこれね、今のこの10年ぐらいがそうであって、その前はね、僕も営業だった時期があるわけですから、まあその時はいろんな全国のバイヤーさんとかね、小売店の店長さん相手にね、あらもう口から出まかせ営業マンやってたんで、まあ今はこうペラペラと喋れるわけなんでございますけれども、まあその中でですね、実は今日ちょっとお越しいただいてる方なんですけれども、実はこの方ですね、とあるセミナーで知り合いましてですね、こうたくさんいらっしゃる中でね、なんか違う光というか、オーラというか、匂いを放ってはった。なんや変わった人やなと思って横にね、座ったところからこれ仲良くなりましたら、案の定そんな仕事の人出会うみたいな、方と実はね、出会っちゃった方にですね、実は前々から出ていただきたかったんですけども、今回ようやく、願いが叶いまして、ご出演いただきます。どんな職業かって、これはね出てのお楽しみでございますので、この後ねたっぷりと、まあ普段聞けへん話にしていただけるんじゃないかなと思いますのでね、楽しんでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで本日もきっかけアラカルトスタートです。キッズのためのタレント養成所、シャナナキッズアカデミー。シャナナ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナナキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナナキッズアカデミー。はい、ということで、ね、もう早速ゲストさん、お呼びしたいと思います。本日お越しのゲストさんは実演販売士の川口さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。真っ赤なエプロンでお越しいただきまして、これつけないと何してる人かわからない。確かにね、はい、ということで実は実演販売士の、そうですね、ということで、なかなかこう出会いそうでね。そうなんです。おそらく実演販売士の名刺配ってるの僕ぐらいじゃないですか。あ、実際にはあんま打ち明け打ち明けてる方もいらっしゃいますけど、はい、結構こう自ら営業する方ってなかなかいないじゃないですか。そうなんですよね、うん。まあ、そんなね、タッチ川口さんでございますけど、はい、まあ、よかったらちょっと、まあ、簡単で結構でございますので、はい、ちょっとカメラに向かいまして自己紹介なんかしていただきたいなと思いますので、そうですね、実演販売士のタッチ川口と申します。よろしくお願いします。まあ、実演販売以外にもですね、実は個人さん、そうですね、実はいろんなことされてて、そうですね、企業さんに向けての例えば商品開発であったりとか、うん、あとは販売されている、まあ要は商品の要は売り子さん、はい、販売員さんですね、はい、販売員さんの育成事業、はい、あ、なるほど、はい、そこもやってます。はい、なるほど。とかね、まあもろもろいろいろやっているんですが、まあ基本まあ物を売るお仕事、はい、自社でも自分でも商品を販売したりとか、うん、を行っております。はい、はい、まあ基本物を売る人ですね。はい、そんなタッチ川口さんでございますけども、うん、まあそのちょっとでもね、教えていただきたいのが、まあ、今までいろんなもの売ってきはったと思いますし、はい、面白いことこれなんかそのじゃあ実演販売士になるなんか、はい、きっかけみたいなのがあったんですか。うん、きっかけはですね、もともと僕はこの実演販売士になる前、はい、前
はい、まあ、ずっと営業やってたんですよ、はい、で営業やってて、うん、であとはまあ講演活動だったりとか、はい、まあ、普通にこうセミナーをやったりとか、はい、まあ、物を売るなんていうんですかね、トーク術だったりとか、まあ、そういったことをこう伝授する、はいはいはい、講座を行ってたんですよ。それ講演家さんやったんですね。そうです、そうです、まあ、今もやっているんですけど、はい、当時まあそっちがメインのやつなんですね、はい、そしたらあのたまたま実演販売をされている方と知り合いまして、はいはい、で、あの、まあ、講演中にですね、はい、連絡が一本、電話が鳴ったんです。ほう、電話が、はいはい、何かな、うん、そしたら、まあ、そこの事務所の社長さんだったんですけど、はいはいはい、何月何日空いてるって言って、はい、まあ、空いてますよ、はい、そしたら、販売員足りひんから、はい、行ってくれへんか、助けてくれへんか、そうです、そうです、そうです、はい、それが、愛知県と愛媛県のこの2つ、行ってくれと、うん、で、売る商品はこういうものやとっていうのを、ちなみに何ですか？それはドコモさんのタブレットだったんです。ほう、タブレット、あの要は iPad みたいなやつです。はい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 、はいはいはい、これの実演販売をやってくれと、うん、で、できるかって言われたんですけど、はい、まあ、僕基本できるかできないですっていうのを言わないよ。かっこいい。はいはいはい。で、まあ、それともう一つ面白かったのがやっぱりそのそんな仕事ってなかなか依頼来ないじゃないですか、普通に生活してたら。普通はね、はい、ないですよ、それ。しかも大きいモールですよ、ショッピングモール、はい、誰もが知ってる全国に山盛りあるショッピングモール、ピンクの、そうです、はい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 、ピンクのマークのね、うん、で、そこでステージ組むと、はい、ステージの前で、やってくれ、はい、やったことないの。やったことないですよ。まあ、でも、まあ、声かけていただけるっていうことはありがたいじゃないですか、はいはい、でなおかつやったことないことをやらせてくれるきっかけじゃないですか、うん、断るわけにいかないので、はい、すぐやりますと、はい、3秒で返事した、はい、で、受けることになったのがきっかけで、はい、で、まあ、あのそうこうしてるうちに、まあ、やるじゃないですか、はい、で売れるじゃないですか、はい、で、まあ、一応実績として残りますよね、うん、やったことみたいです、はい、で、まあ、僕なんか何やってる人間かよくわからないんで、はいはい、こう会う人会う人に何やってるんですかって言われて、はい、まあ、物売ってますよと、はい、でこの間なんかまあこういう大きいショッピングモールでこういう実演販売やってきたんですみたいな話、はい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 、そんなんできんのみたいな、はい、そんな人と初めて会ったわみたいな、はい、うちもこんな商品あるんでやってくれるっていうのがどん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 こう広まっていき始めたんですよ。で、まあ、名刺くお配りするじゃないですか、はい、お会いした方、はい、平本さんにもお渡ししたと思うんですけど、はい、会社のホームページか会社の名刺って、うん、私もみんな同じじゃないですか。代表取締役って書いてあったりとか、あ、そっか、会社名が書いてあったり、まあ、一応もらいますけどね。そう、うん、でも皆さん結構僕もそうですけど、もらう数半端ないじゃないですか、数、はいはいはい、この会社何されてる方やったかなとかなりますわ。そう、そうなんです。特にまあ平本さん多分僕以上に人は会われてると思うんで、多分もうよっぽど印象に残らん限り結構何百人何千人って会ってると分かんなくなってくるじゃないですか。なりますね。まあでも覚えてる人と覚えてない人が分かるんですよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです、うんうん、で、そこで名刺を変えたんですよ、はい、代表取締役っていうのやめて、はい、実演販売士して変えたんですよ。川口さん、そう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 、もらいましたけどね、僕も。そうなんですよ。そしたらそれを渡すとこんな名刺初めてもらった、100人渡して100人見てくれるんですよ。そう、実演販売士生で会うたわみたいな。そうなんですよ。で、基本世の中のビジネスされてる方って物売られてるじゃないですか。本当はそうですよね。そうです。で、例えばこういうその見えるものじゃなかったとしてもサービスだったり、そうすると、まあ、世の中の企業ってほとんど物売ってるんですよ、はい、で、その中で例えばこう実演販売やってますとか、はい、うちの商品こんな持ってるんやけどこれってどうやって売ったらいいとか、はい、話すきっかけむちゃくちゃ増えた。はぁ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 。で、僕も勉強になってこんな商品あるんや、これどうやって使いますのって言ったら説明めちゃくちゃ下手なんですよ、向こうは自分のところで。そう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 。で、これ不思議と、はい、メーカーさんって作るのピカイチなんですけど、はい、売るのめちゃくちゃ下手なんですよ。なんかわかります。僕メーカーにいたこともあるんでね、思いばっかりが入ってみたいな。重い、すごいですよ、もう本当に、うん、あの、うん、重いボックスみたいな。重いボックス、そう、うん、でも本当はいい商品なんですよ、はい、で、これってこういう風に使い方したらもっと面白いんちゃいますとかやってたら依頼が来るように、うん、ちょっとやってみてくれへんか、はいはい、っていう風になるのが結構面白くて、やってるうちにどんどんそういう仕事が入ってくる。
それでほんまに実演販売士なんてことあったよ。そうですね、まあ、実演販売士って資格もなければ、ね、言えばええんですね。そう、まあ、言えばいいわけじゃないですか。言えばいいわけでしょ。なるほど。で言ってみたんですよ。そしたらそれが結構ハマって面白い。自分でやってても面白いし。でそれ一番最初結局やったやつこれタブレットぐらいなんですか。結構売れました。おー、うん、やっぱり、ね、それなりには、はい、それタブレット買おうって歩いてはれへんでしょ。その時はもう本当にショッピングモールですよ。ピンクの看板のあれのセンターコートって言っても一番広いど真ん中のエスカレーターがこんなになってるようなところのステージ組んでもらって、そこで、うん、はい、やるんですよ。当然あの前通るお母さん方はネギさせたりとかそうよ、食品お買い物とかもね、パン入って食パン入ってたりとかそんなもんタブレットなんか買うかいみたいな、もともとそんなつもりない人ですよ。1回だけスルーしていく人だったんですよ、はい、それ止めるんですよ。止めるんですね、これを、はい、はあ、まあ、椅子置いてあるんでちょっと休憩していきなはれ、はい、重い荷物すごい、まず止めるんです。そうそうそう、はい、でそっからやっぱ触ってもらったりとか、まあ、あとはやっぱりそのなんでしょうね、こうタブレットあるじゃないですか、はい、これはたまたまそれ防水機能ついてるんです、はい、であと水槽用意してあって、はい、そこ水入れて、はい、バッサーッやって派手に見せて、ほうクジラがジャンプしたんだね、はいはいはい、でもワンセグもついてる、テレビも映ってる、はい、お風呂で見れるでしょうとかね。あとまあ当然その買い物されてるっていうことはお料理されるわけじゃない、でお料理されてる時をイメージしてください、はい、濡れた手でレシピ見れるでしょ、本やったらもうヨレヨレなるでしょと。でもこれだったらまあそういうアプリとかもいっぱい出てるわけですよ、レシピも載ってる。これもうこうやってもう濡れた手でバンバン触ってください、ドッツッツブの手で触ってもらって結構です。あ、実生活でちゃんとなかなか普通やったね、ビジネスマンがなんかこうスーツ着てこうしてる感じやけど、そうじゃない、本当生のそういう使い方のイメージを、そうです、そうです、まあ、お客様自身によって使い方違うじゃないですか、うん、でそこに座られてるお客様がビジネスマンじゃないのに、はい、ね、ビジネスユースの、ね、ね、お使い方を教えても、うん、刺さらないですし、イメージできないです、まず、はいはいはい、そこをあの、まあ、お客様の反応を見ながら、はい、お客様のその要は何だろう、この方こう今集まられてる8割方のお客様って何を目的にここに来られてるのかなとか、うん、っていうのをイメージしながら、じゃあお料理やる、なるほど、うん、それ全部組み立ててそうやっていくって、やっぱステージによって時間帯のね、その時は8ステージぐらいやりましたけど、やっぱ時間帯によって座られる方と違うわけですよ、ね、あ、そうか、こんなまだご高齢な方が多い時もあったり、あったりとか、まあ、子供ばっかりいたりとか時もあった、子供は子供で遊ぶアプリいっぱいあるから、はあ、子供さんに遊んでもらって、すごいなこれ、なんか何も出しても売っていきなりそうでございますけど世の中多分売れないもんないっす、かっこいい、世の中売れないもんないないでしょうね、だって売れると思って作ってるわけでしょ。まあまあ基本ね、うん、そうですからね、だったらやっぱ自信持って本当はね、メーカーさんそれやらなきゃいけないんですよ、はい、でもまあ僕ら思うんですけど、メーカーさんこんなベラベラ喋ってていいですか。でも全然いいですよ、はい、メーカーさんってやっぱり本当さっきおっしゃったように思いがすごい詰まってて、やっぱ一つの使い方だけを見られてるわけです。はい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 、うん、蛇口もそうですし、こうひねったら水出ます、はい、内柔らかいです、うん、このひねりが柔らかいです、って言ってもどこも柔らかいです確かに使ってるうちに柔らかくならんかった、出えへんやんみたいなね、うん、でしょ、強ひねったら強出ますね、当たり前やろそうじゃなくて、この蛇口、はい、こういう使い方したらシャワーに変わりますねみたいなとかね、あ、うん、なるほどね、なんかそういうちゃんと本当はあるんです、うん、でそこちゃんとそのいろんなお客様に合わせた使い方っていうのをしっかり説明すれば多分売れないものってないと思う。でも今までいろんなの売ってきましたけど、これおもろかったなみたいなのがありました。面白かったっていうか、苦戦したなっていうのがありました、はいはい、え、ちなみに何が。ラジコンのヘリコプター。ラジコンのヘリコプター、今流行ってる、まあドローンみたいなのがありますよね、まあまあまあ、はいはい、今はね、今はね、今はドローン、当時もドローンやったんですよ。 え、そうなんですか、はい、まあ、そこが2年ぐらい前の話なんですよ、うん、こんなちっこいクワッドコプターって言って、はい、まあ大手模型メーカーさんが作られてるやつなんですよ。それを売ってくれて、でこれめちゃくちゃ難しいんですよ。
ちょっとこうリモコンピッてやったらバーンっていくんですよ。あ、そういう感じ。そう、ほんで普通に飛ばしたら、上飛ばすだけやったらこれ子供でも誰でもできるし、実践でも何でもないんですから、ね、こう我々やるときってちょっと面白いことやなんだな。そりゃそうです、普通に飛んでたらね誰でもそうなの、上を押したら上行くに決まったんですよ、うんうんうん、それをこうちょっとくるんとひっくり返して、縦回転、横回転みたいなことやるんですよ、うんうんうん、本番までに羽何本折りましたねやっぱりそうなるんですね、これね。で、羽の追加注文をバンバン自分でするわけですよ、折れるから。折れるから。ギャラ全部羽で飛んでいったギャラもらう前からまさに羽で飛んでいった。そう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 、うまいことかけてるな、これ。って飛んでいったんですよなるほど。まあ、それ面白かったですね。あと、そうですね、これどうしようと思ったのはランニングシューズ。ランニングシューズ有名メーカーのね、はい、靴、はい、これ売ってくる、まあ、大手靴の販売店。そんな依頼もあるんですね。あったんですよ、はい、当時それ6個ぐらい商品バーってこう全部連発で15分ぐらいで、はい、1商品2分ずつぐらいで、はい、連続でこう実演していってくれみたいな依頼なんですよ。全部違う商品。実演って何しますの、靴。いやもう靴もしゃあないですよ、もう手に履かせてこうほら壁ですせみたいな普通の靴に比べたらこれとこんだけ軽いんですよ、どうですもてんとください、二足渡したら一足しか返ってこないから二足どこ行ってみたいな、まあ、それがもう逆にネタになって、うんうんうん、とかね、そういうのもあったりとかね。まあ、あのいろいろありますよ、食べ物もあるし、うん、すごいな。まあ、そんな何でもかんでも裏張るね、タッチさんでございますが、でもこれタッチさんと出て売るってどんな感覚ですか。売るってどんな感覚。うーん、売るっていうよりかは伝えるっていうような感じ。あ、なるほど。売るというよりも伝える。そうですね、多分伝わらなかったら売れないですよ。はいはいはい。その当然まあ思いもそうですけど、うん、まあ思いよりもそのストーリー、はあはあはあ、なるほどね、この商品がなぜ生まれたのか、はい、何のために誰のために生まれたのかっていうストーリーを多分伝えることがうまくできれば何でも売れると思うんですね。なるほど。だから売るって多分売るイコール伝えるだと思うんですよね、はい、僕自身。売るイコール伝える、うん、何でも多分そうでしょ。多分物じゃなくて有限の物じゃなかったとしても何でもそうじゃないですか。自分を売るときだって多分伝え、はい、自分を伝える得ることができなければ、はい、僕のことを買ってもらうことができないわけじゃないですか。なるほどね。でもなんかね、お話聞いてて思うんですけど、はい、まあ、時に伝えるなんですけど、はい、こうただ伝えるのと、はい、ちゃんと伝わるってまた別じゃないですか、はい、でもなんか立場が喋れると、うん、あ、大事なものが相手に伝わって、あ、じゃあ買おうかなとか欲しいなって、あ、思うんやろうなってなんか今一瞬思ったんですよね。あ、なんでしょうね。でもね、あんま意識してないんですよ、そんな強く、はい、そこ多分意識しすぎると今度は売る方向になっちゃう。なるほどなるほど、そっちばっかりになってしまう。そうなんですよ。買ってもらうためにどうやって伝えようって思ってしまうんですけど、僕の場合は真逆で、どうやって伝えたら買ってくれるかなっていうのを先に考えるっていう、売ること優先じゃないっていう。はあ、なるほど。そういったことも結構その販売員さんに教えさせていただいたりとか、はい、結構うちの職人いいですせいいですせいいですせって言うてもいい。いや、そんな作ってるお前が言うたら寒いってみたいな感じじゃないですか。なるほど、確かに。いいに決まったんだ。まあ、そんなね、タッチ川口さん、ぜひね、はい、依頼もしてほしいし、うん、まだやってるとこも見たいなと思うんですけども、ね、そうですね、はい、ぜひそんなね、実演販売もされながら、ちょっとこの間ね聞いて面白かったから、うん、なんか別のこともちょっと今やってるみたいな。ね、これはもう趣味が仕事になったっていうので、去年1年間ちょっと北国の方で、北国連絡つかへんなと思ったらね。そうなんですよ、北国行ってらっしゃる、行ってたんですよ、はい、もう生まれたての小鹿みたいにこう、もうこんな雪の上歩いたことないから、つるつる滑りながら1年間過ごしてたんですけど、やることなくて、はい、で何しようかなと思って始めたのがミニ四駆。ミニ四駆、はあ、ご存知ですかね。
あのこれで聞いて、あそういうたらなんかちょっと流行ってる気もすんなみたいな。そう、多分ね、僕らは、僕今年42になるんですけど、はい、42の人間ぐらいが多分第一次世代みたいな感じなんですよね、はい、まあ、要はタミヤさんから出されている電池とモーターだけで、はい、競争する、はい、まあ、模型なんです、はい、ラジコンよりもずっと小さい、こんなもんです。これぐらいのね、スマホぐらいの大きさなんですけど、そうですそうです、はい、それをコースの上にポンと置いて、はい、誰が速いか遅いかっていう競うゲームです、はい、それもう全国大会とかあるんですよ。へえ、そうなんですか、うん、むちゃくちゃ盛り上がってて、はい、もう予選すらいけない、抽選で落ちるぐらい。へえ、やっててやってるうちにもう、うん、びっくりするぐらいハマってます、はい、本人が、はいはい、恐ろしいハマって、もちろん自分もやってるし、はい、気がついたら、はい、どのやったんですか。イベント開いてたんですタミヤのエプロンつけてもう血が騒いだわけですね、これね、うん、子供向けの、それが依頼があったんですよ。やってくれへんかと、フェスやると、はい、でも子供の遊ぶスペースないんですよはいはいはい、で川口さんお願いしたいんやけど、うん、実演販売言うても子供はなーっつって、なんかできまへんって言われて、うん、ミニオン君っていうのをやってますよ、うん、それええわっつって、それやろう、ミニオン君コース設置して、はい、コースのレイアウトも全部自分で設計して、自分で設計して、設計して、はい、設置して、うん、ほんで今赤いエプロン、はい、その時白のエプロンにここタミヤ、タミヤだそう昔プラムデーションおっちゃんつけてたみたいなね。ミニオンコおじさん、子供ワンサカいる中でまた盛り上げるんでしょうね、これ。お兄ちゃん走らへんとかね、これ電池ないとかっていう、一人で10人ぐらい相手しながら、わー成功せー言ってやって、これもう話したら走るのに子供こうやってるんですよ。あ、なんかこうギリ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 ギなるほど。まあそんなこんなやったりとか、まあ、あとはそういう、まあ、ミニ四駆を作るための工具だったりとか、ね、はい、そういうのを輸入して販売したりとか。はあ、なんか知らない商売になってるみたいな。そうですね。はあ、今もそっちが忙しくて実演販売ちょっと遅かにみたいな。うん、まあね、依頼が入ればね、もちろん行きますけどね、はい、依頼が入らないときはずっとそれやってるずっとミニオンいじってるそうでございますけどもね、ぜひぜひもうこの口をね、ぜひぜひ皆さん活用していただきたいいうふうにも思うわけでございますけども、 でもまあこれからね、はい、まあ、だいぶお話も聞いてきて、もう CM で焼けて終わるんですけども、はい、これからのタッチさんってどうなっていくんですか。どうなっていくかな、自分でも分かんないんですけど、ただ僕みたいなのをたくさんこう量産したいとかっていう気持ちもあんまないんですよ、はい、なかなか出ないでしょうけどね、これまだね、ないんですけど、うん、ないんですけど、はい、やっぱり物売れないって言ってる人めちゃくちゃ多いんですよ、はい、で、うちの商品は高いから売れへんとか、うん、競合が多いから売れへんとかっていう悩みばっか聞くんですよ、はい、なので、そういった方に自信を持って販売できるそのトークスクリプトっていうか、ね、まあ、トーク術っていうかね、うんうん、そういった方に向けて幅広く広げてここいけたらいいかなと思いますね。なるほど、わかりました、うん、この大変な時代に ね飛ぶように売れていくトークスクリプトさえ持ってれば、ほんま売れるんですよね。いや売れます売れます、売れない商品って本当にないです。サービスも売れないサービスも一切ないこれそんなね、はい、達さんでございますね、はい、じゃあちょっと一旦 CM の方いきたいと思います、はい、よろしくお願いします。どうぞ。もう終わりなの？もっとしてほしいよ、もうちょっとだけね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？はい、ということでね、本日実演販売者たち川口さんの方に、はい、お越しいただいております。ぜひ、これたくさんと連絡とかつながるのってどないさせてもらったんですか。まず Facebook の方で、はい、タッチ川口っていう名前、タッチ川口、カタカナでタッチ、タッチでひらがなで川口、川口検索していただくと出てきます。あ、なるほど、タッチ川口。そうですね、はい、見つからなければ平凡さんの友達から来ていただければ、はい、いいかなと、はい、あとは、まあ
大したもんじゃないんですけど、はい、まあ、オフィシャルホームページみたいなのも作ってますんで、はいはいはい、公演依頼とかは結構そこからいただいて、なるほど。じゃあ、Facebook の方か、はい、オフィシャルのホームページ。そうですね。この辺りに出てるかもしれないですね。はい、多分この辺に出てる。あ、こっちね。この辺に出てるんじゃないかな、はい。出てたら嬉しいです。はい、ね、一応やってきます。思いますんで、はい、よろしくお願いします。あとなんか、ね、タスさん今後やっていかれるこのイベントとか決まってるんですか？イベントはですね。山のように多分あると思うんですよね。結構いろいろ来てるんですけど、はい、まあ、Facebook だったりとか、ホームページの方で結構ね今は入ってても、はい、急遽キャンセルになったりとか あとは急遽入ってきたりとか結構現場現場のイベントなんで結構近々でそういう動きがあったりとかするんで、はい、まあホームページとかね、はい、あとフェイスブックとか見ていただけると、はい、確定分っていうのは載せれると思います。なるほど。ぜひぜひその辺ね、うん、見ていただきまして、生タッチ川口をですね、見ていただけたらと見てほしいですね、いうふうにね、思いますし、まあこれもあっという間にですね、もう残りもね、今日僕ほとんど喋ってませんけども、あと1分ちょっとぐらいになったんですけども、最後こう達さんがこうなんかいろんなこう見ておられる方にこう、うん、なんかメッセージというか、はい、ありましたら、そうですね、まあ、あの物売られてたりとかサービス売られてたりとかっていう方も結構多いと思いますし、またそうだけじゃなくて自分を売る、まず売りたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、自信持ってまあ、ポイント何がいい、どこがいいのかっていうポイントさえしっかり押さえてね、うまく活動していただければ多分売れないものが、ね、ないと思いますので、なるほど、はい、ぜひ自分のいいところなどをね、商品のいいところっていうのをまず見つけるようにしていただければと。なるほど。商品のいいところとか自分のいいところ、うん、あとはまあそれを伝える力っていうのを伝えていく、作って、なんですかね、身につけていただければいいかなと思いますね。伝わるように伝える、うん、そうです ね、はい、そうすると自然と物が売れていきますし、自分も売れていくと思います。なるほど、はい、そんなタッチ川口さんでございました。もうよかった、はい、これね、うちもこれシャナナで、うん、通販番組かなんかもうやってもらえたら一番いいんじゃないかなと。結構ね、ネットではあんまないですもんね、うんうん、ネット番組ではないと思いますの です、ね、ぜひぜひまたその辺もご検討いただければ、うん、そうですね、検討したいと思います、はい、ありがとうございます。お願いします。ということで、タッチ川口さんのお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでね、今週これで終わりたいと思います。皆さんまた来週見てください。ありがとうございました。一人は魅力でも